ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はみんな大好き三国志の英雄たちの死後、その地を継いだ子孫たちのお話だ。三国志といえばキラボシのような英雄たちの活躍が見どころよね。でも今回はその子孫のお話なの？ああ、英雄たちとは打って変わった、残念すぎるしくじり家系図を紹介するぜ。何それ面白そう。それでは行くぜ。まずは三国志といえばこの男、劉備の子孫から行こう。劉備は言わずと知れた蜀の初代皇帝で、三国志でも高い人気を誇る人物だ。諸葛孔明の天下三部の計に基づいて勢力を広げ、五冠滅亡を受けて蜀を建国。その後の魏、呉、蜀による三国時代を築いた立役者でもあるよな。イメージ的に圧倒的な主人公なのよね。そんな劉備の子孫を辿っていってみよう。まずは息子の劉禅だ。父劉備が建国した蜀を継いで二代目皇帝となったが、結局は彼の代で滅んでしまう。劉備ほどの人望に欠けていたため進化を使いこなせず、蜀滅亡の原因と言われることも多い。散々な言われようだわ。劉禅は263年に魏の軍勢から大規模な攻撃を受け、孔明の息子諸葛瑾が撃たれると抵抗の手段を失った。その後は南方や呉へ逃亡を図ろうとしたが、結局配下の勧めに従って魏に投降したんだ。その後、先祖代々の土地である幽州で安楽公に封じられたぞ。晩年には、次男の劉鷹を差し置いて六男の劉潤を後継ぎにしようとしたため、急進に諌められたりしたそうだ。ちなみに彼の長男は劉禅と言ったが、当時すでに先立たれていたんだよ。負けても劉備の息子。一応の地位はもらえたのね。そんな劉禅の子たち、つまり劉備の孫は名前が残っているだけで男子が7人、女子が数人いた。それ以外に秘書に乗っていない子供もいた可能性があるようだな。すでに名前が出た長男の劉禅は238年に、わずか15歳で蜀の皇太子の地位についた。初代皇帝劉備の孫ということで将来安泰かと思われたが、戦乱の時代もあって、野望を抱いた部下の反乱に巻き込まれあえなく死亡。去年41歳で父の劉禅に先立って亡くなってしまったぜ。あちゃ。ちなみに他の兄弟はどうだったの？五男の劉進は勇猛な性格の人物で、魏が263年に蜀に侵攻してきた際、父劉禅が降伏しようとすると徹底抗戦を主張。しかし彼の希望が受け入れられることはなく、当人も宮中から追い出されてしまったらしい。彼は家に帰ると絶望のあまり妻子を殺害し、その首を携えて祖父である劉備の廟を訪ねた。そしてその前で、己の首を跳ねて自害してしまったんだよ。ひょえー。そこまでショックだったのね。それで、あとはどんな子孫がいたのかしら？劉禅が271年に65歳で死去すると、その後を継いだのは六男の劉潤だった。しかし彼は身分にふさわしくない乱れた行いを繰り返し、旧臣たちから振る舞いを改めるよう諌められるほどだったという。そんな劉潤は後に起きた八王の乱に巻き込まれ、劉氏一族もろとも皆丸死にされてしまった。そしてこの戦乱によって、劉禅の直系子孫は断絶してしまったんだぜ。その八王の乱っていうのは？精神の滅亡の原因となった内乱のことだ。精神は蜀を滅ぼした国で、その精神を支配していたのが、後で出てくる芝居の子孫たちだったんだよ。劉備の子孫にとっても災難だったこの八王の乱だが、実は劉禅の弟である劉永の孫の劉玄という男だけは、なんとか生き延びたらしい。劉備の三男である劉永のさらに孫なので、要するに劉備のひ孫にあたる人物だな。命からがら一族のふるさとである蜀の地に逃れ、当時その一帯に青函という国を作っていた異民族の、派定族を頼って、王子の劉禅と同じく安楽公に封じられているぞ。まさに命からがらって感じ。ちなみに蜀を滅ぼした精神でも、劉禅の指定が名誉蜀についた記録が残っている。なので実際には、劉玄以外にも生き残りがいた可能性は高い。この名誉職は旧王朝の子孫に与えられるもので、つまりは彼らが、ある程度の扱いを受けていた証拠とも言えるんだよ。ちゃんと敬意を持って接してもらってたのね。それ以外の男子には詳細な記録がないので、八王の乱で命を落としたんだろう。ちなみに劉禅の娘たちは、孔明の子の諸葛瑾や関羽の孫の関東に嫁いだことがわかっているんだ。何代にもわたるつながりだわ。ちなみに、1926年に出た不要有志宗譜という本に面白いことが書かれている。これは家系についてまとめた記録なんだが、この中に、浙江省の不要氏諸生村に劉備の子孫がいるという記述があったんだ。劉備の子孫？ 20 世紀の本なんでしょ？ああ。彼らは自ら劉備の末裔を名乗り、草履を売って暮らしているとのことだ。そもそも劉備も履物を売って生計を立てていたそうなので、先祖の仕事を忠実に継いでいることになるよな。ちなみに劉備の子孫という売り文句の効果があってか、草履の売れ行きは悪くないようだぜ。確かにネームバリュー抜群でしょうね。ただし前述の本には、劉備が先祖である証拠があるとは書かれてない。どうやら五冠の後部帝の子孫である劉禅という人が、
職の相続と知られることを恐れて禁止に改正したとのことだ。だがそれ以上の詳しい記述がないため、劉備の子孫を正しくたどれるわけではないようだ。まあ話半分ってところかしら。続いては関羽の子孫だ。関羽についても今更言うまでもないよな。職の建国者である劉備への忠義や、人並み外れた武勇や義侠心から、曹操など同時代の多くの人から称賛された人物だ。人気のあまり死後に後世の人々から神格化され、関帝、つまり関西帝君となったほどだぜ。神様になっちゃったわけね。明代に書かれた小説、三国志演義、では、雲長、関雲長あるいは関公、関坊と呼ばれ、一貫して意味名を名指しされていない、大活躍する場面が壮麗に書かれているなど、関帝信仰を理由とする特別扱いを受けているんだ。あと、見事な髭を蓄えていたことから孔明からは髭殿と呼ばれ、三国志演義、では備前公などと書かれたぞ。あの長すぎる髭もチャームポイントなのよ。彼の死に際は義と後に挟撃され、退路を断たれて捕獲、処刑されている。その子孫は職の諸侯として仕えたが、263年に職が滅んだ際に、義の崩壊によって一族皆丸死にされたという話だ。ただしこの話が残されていない史書も多く、史実であるとも言い切れないようだけどな。もしかしたら生き残ってたのかも。それで、関羽にはどんな子孫がいたのかしら？関羽の後取りとなったのは関平、関公、関作という三人の息子たちだ。関平は若くして父と共に戦場へ出向いているため、息子たちの中では特に戦の才能に秀でていたと思われる。しかし関羽が捕らえられた時に一緒に捕虜となり、処刑されてしまったようだ。史書にはそれ以外に関平に関する記述がないことから、これが彼の初陣だったと考えられているぜ。ちなみに小説、三国志演義、では関羽の養子として登場するが、三国志、ではその記述はなく、実子であるとされているんだよ。そんな違いがあったのね。関平が亡くなったことで、関羽の地位を継いだのは息子の関公だった。彼については関羽伝で少しだけ触れられていて、武功こそ挙げていないが学問に秀で、孔明にも目をかけられていたようだな。父の弔い合戦である伊良の戦いで、主君劉備の身代わりになって助けたりもしているぞ。若くして高い地位を得たが、これを授けられた数年後には病死してしまったんだ。そんな関公は関東と関羽という二人の息子を残しており、そのうち関東は劉禅の娘、つまり劉備の孫娘と結婚しているんだよ。関羽は劉備の義兄弟ということもあり、関家の子孫たちも同じように厚遇されたようだぜ。なんだかほっこりするエピソードだわ。それともう一人、関羽も関公の息子ではあったが正妻の子ではなく、本来は後継ぎにはつけないはずだったんだ。しかし関東が子宝に恵まれなかったことから、結局後継者となったのは関羽だった。名家ならではの後取り問題ね。さて、そんな関羽の子孫たちが仕えた職も滅亡するが、その際に義の崩壊によって関家の人間は皆殺しにされたとさっき触れたよな。実は崩壊は父親を関羽に殺された恨みがあり、その矛先を関羽の子孫たちに向けたんだぜ。あちゃ。これ復讐の連鎖ってやつだわ。ところで、関羽には娘もいて関銀兵という名だった。関三勝者、つまり関羽の三番目の姉御というあだ名で親しまれ、活躍の中心だった雲南では墓も建てられているんだ。ある時、関銀兵と孫権の息子との縁談話が出たが、関羽は孫権側を罵った上で断ったらしい。後に関羽が孫権に討ち取られたのには、この時に恨みを買ったのも原因の一つだったんだよ。関銀兵は孫権から望まれるほどの美貌と才能を持っていたことになるが、もしも縁談がうまくいっていたなら、食と後の歴史も変わっていたかもしれないよな。確かに関羽が殺されずに後と仲良くなっていれば、なんて考えちゃうわ。さて、関羽の一族は復讐により皆丸死されたという話が出たが、実は生き残った子孫がいた可能性もなくはない。そうなの。そうなんだ。史書によれば東大に活躍した関羽という人物が、関羽の末裔とされているぞ。唐の徳宗の時代に宰相となった人物で、後年は太子の教育係になるなどして知られている。他にも関平と趙雲の娘を親に持つ関悦という子孫が、正史にも演義にも登場しないにもかかわらず、少しだけ記述が残っているようだ。さらにその関越の末裔とされる関長体は、関羽最後の地となった東洋にある廟の祭祀だったとも書かれているようだな。ロマンに溢れてるわね。ちなみに関羽には、関作をはじめ広大に創作されたと思われる息子たちもいる。その中の関作は関羽の三男、作品によっては次男として登場するぞ。正史には名が残っていないことから、長らくフィクション上の存在と思われてきたが、1967年に発見された加冠作伝という書物によって実在が指摘されるようになったんだ。とはいえ確証がないのが現状のようだけどな。加冠作は物語の中では益州や雲南の地を中心に活躍をするが、
そのあたりの地域には観察病など彼の名前にちなんだ旧跡が多々残っているらしいぜ。正直ワクワクが抑えきれないわ。他にも、実は明代の三国志公伝には、漢金、漢坊、漢画、漢三、漢信といった子孫たちが登場する。この中だと漢信だけが漢作の息子で、それ以外は全員漢公の息子という設定だ。また、秦代以降の漢武文献では漢威の息子に漢威がいて、その後に漢平、漢藩、漢公子、漢権と続いたとあって、さらにはこの血筋から水滸伝に出てくる漢将が出たとも言われているようなんだぜ。名作同士のつながりっていうのも乙なものね。それにしてもさすがの人気だわ。そうだな。後の、草書に登場する加藤軍の漢公子や東大の最小漢派も漢武の末裔とされるし、現代でも漢武62代目の子孫を名乗る漢信公なる人物が中国にいるらしい。まあ本当の子孫かどうか実際のところは不明だけどな。そこはさすがに。ね。続いては張飛の子孫だ。張飛は群雄の一人である劉備の挙兵に当初から付き従い、その人並み外れた勇猛さを中原に轟かせた人物だ。その武勇は後世にも称えられ、三国志演義をはじめとした創作作品でも多くの脚色を加えて取り上げられているよな。これまた人気者だわ。張飛の死の時点ですでに長男の張宝は若死にしていて、次男の張昌が後を継いでいる。長男張宝は三国志演義では、関羽の息子の関公と義兄弟になって活躍するが、史実では病弱で父より先に亡くなったようだ。若いのに亡くなる人も多かったみたいね。そうだな。そして張昌は張飛の次男で、張宝が早く死んだことで家督を継ぐことになる。関羽の後を継いだ関公にしても張昌にしても、父親が武勇で成り上がったのと対照的に、文官のイメージが強い。これは越州に拠点を得たことで、劉備や重臣の一族にも世襲化が始まり、次第に、前線で手柄を立てる立場から離れた勢があるようだぜ。仕方ないけどちょっと面白みには欠けるわね。さて、張飛には娘も二人いたがどちらも美形だったらしい。張飛自身がゴツゴツした頭に大きな目玉、虎ひげが生えていて背が高い大男、声は雷のようだったと言われるので、娘たちが美人に生まれたのは、妻の血を濃く受け継いだからだろうな。妻は曹操の家臣である加公園の命にあたり、張飛が一目惚れして略奪婚に至った女性だ。やってることやばすぎるでしょ。当時妻はわずか13歳か14歳だったと言われるぞ。やや犯罪臭はするが、幼くして張飛から求婚されるほど美しい女性だったのは間違いない。ちなみに三国志でも有名な加公順が美形だったのは有名だが、加公一族は美男美女が多かったらしい。だから張飛の娘二人も、母の血筋で美女だったと考えるのが自然だな。ちなみに略奪婚と聞くと夫婦仲が悪そうにも思えるが、実際にはとても仲が良かったようだ。張飛は愛妻家だったって記述も残っているんだよ。意外。って言ったら失礼だけどね。娘たちは二人とも劉備の長男劉禅と結婚したが、どちらも気立てが良く、美人で夫をよく支えたという記述が残っている。劉備から息子の嫁に欲しいと言われた時、張飛は涙を流して喜んだらしい。劉禅と結婚した時敬愛皇后、つまり張飛の長女はわずか17歳だったと三国志演義には書かれている。そんな彼女が若くして亡くなると、次に張飛の次女が劉禅と結婚して張皇后となったんだ。姉と同じく気立てがよく美しかった彼女は、劉禅が他の土地に行く際にも彼に付き従ったそうだな。実は姉妹を同じ夫がめとるのは、儒教の倫理ではタブーらしいが、そのあたりをどうクリアしたのかは不明だぜ。確かに倫理的に若干不安が残るわ。ちなみに張飛の子孫の中で、唯一彼の面影があるのが張潤だ。彼は張宝の子、つまり張飛の孫にあたり、父の死後も職王朝の外戚として仕えたぞ。彼は職の滅亡を傍観するのを潔しとはせず、義軍が成都に迫った際には諸葛戦に同行して戦い、戦死を遂げた。ちなみに諸葛戦は孔明の息子だな。確かにその勇猛さは張飛譲りってとこね。続いては諸葛孔明の子孫だ。諸葛孔明は中国五漢末期から三国時代の職の政治家武将で軍師だ。いろんな小説やら漫画でも有名な英雄だわ。彼は職の建国者である劉備を助け、その子の友禅の上昇として補佐。福雄、画用とも呼ばれ、今も生徒や南陽には彼を祀る祠があるぜ。妻は甲夫人、子は同じく職に仕えた諸葛仙がいる。234年に五丈原の戦いの途中で病に倒れ、享年54で没したんだ。この時に戦っていたのはライバルの芝居だった。シセル孔明、イケル中達を走らすの孤児が有名ね。さて、息子の諸葛仙については、三国志、諸子諸葛亮伝などに記録がある。父の孔明が亡くなると父の爵位である武教皇を継ぎ、また周囲からの期待を受けていたようだな。17歳の時に劉備の息子、皇帝劉禅の娘をめとったんだ。そして263年に魏の大軍が蜀に侵攻した際、
竜然の命により出撃したが、先鋒隊が敗れたので交代して陣営を構える。敵将は手紙を送り降伏を進めたが諸葛戦は受け入れず、激怒して死者を切ってしまった。その後は初戦で義軍を退けたが、義軍の猛攻の前に大敗し、息子の諸葛将や張飛の孫の張順と共に戦死したんだよ。結構強情な性格だったと見えるわ。そして諸葛戦には3人の息子がいた。諸葛将は諸葛戦の長男で、263年の戦いで父と共に迎撃に当たったが、敗退して追い詰められたんだ。この時諸葛将は、さっさと高校を切らなかったために敗北を招いてしまった。生きていて何になろう、と嘆いて義軍に突撃、父と共に戦死したんだよ。高校というのは竜然の寵愛を受けた宦官で、権力を掌握して職の衰退を招いた人物だな。さて義軍の将は二人を葬り、そのまま生徒に進撃。職は滅亡することとなったんだぜ。当たり前だけど、職が滅亡するタイミングで、結構子孫がなくなってるみたいだわ。諸葛慶は諸葛戦の息子で、諸葛将の弟にあたる。父と兄が戦死して職が滅亡した時にはまだ幼く、いとこの諸葛剣と共に移住を命じられたんだ。268年に元職の将軍が、精神の皇帝芝苑に職の人材を推挙したが、その中の一人に諸葛慶を挙げたらしい。そして269年に精神に取り立てられ昇進したようだな。ちなみに後で紹介する諸葛八家村で、1992年に発見された家系図によると、この村にいるのは諸葛慶の血筋だということだ。また家系図では諸葛慶には諸葛将、そして諸葛行という子がいたとされる。結構しぶとく生き延びた一族だったのかも。他には、諸葛戦の子とされる諸葛室という人物。職の滅亡に際して、竜然のこの友人は義に下るのを拒み、勘作らと共に南方に逃れたとされる。その時に諸葛室を使者として、南蛮王猛宮に保護を求めたという記述があるんだ。猛宮は一行を迎え入れ、友人らは現在の雲南省西部に引退したようだぜ。南蛮王といえば猛角が有名ね。猛宮は猛角の息子だったようだ。孫って説もあるけどな。ほえ。なんだか不思議な関わりだわ。たまにニュースになるが、中国浙江省金華市蘭渓市諸葛鎮には、孔明の子孫が集まる諸葛八家村がある。今の人口は4000人から5000人で、8割が諸葛姓を名乗っているらしい。そりゃえげつない村だわ。この村では家系図を十数年に一度更新していて、2020年時点では中国国内のほか欧米、東南アジア、日本に合計1万3000人の子孫がいるらしい。家系図があるとはいえ、孔明自身も1800年も前の人物なので、実際に彼らが孔明の子孫なのかどうかは、実証する資料が足りないようだな。まあ半分ネタみたいなもんかしら。そこは何とも言えないところだ。ちなみに、孔明から数えて27代目の宗主である諸葛大使という人が作った村だと言われているぞ。さすが孔明の子孫というべきか。孔明が考案した駅の八家に従って設計された、八角形の独特の構造をしているんだ。中は迷路のような作りになっていて、盗っ人が来ても決して出られないと言われているんだぜ。孔明らしすぎると言わざるを得ないわ。中国では国家4A級有形区及び全国重点文物保護単位。また中国十大古村にも指定されていて、なかなかの観光スポットのようだな。一度行ってみたいものよね。また、孔明の現在の子孫とされる人物に諸葛式というモデル兼女優がいて、彼女の母方の祖母はどうやら日本人らしいぜ。え、そんな人がいるの？ただし事実確認がはっきりしているわけじゃないんだけどな。本当なら面白いご縁って感じだわ。続いては後の孫権の子孫だ。孫権の息子は7人いたが、父孫権が老いてからは皇帝の座をめぐって権力争いを繰り広げたんだ。長男は孫東で、人格者だったが母親の身分が低いために皇位継承は難しいと言われていた。さらに家臣にも恵まれて将来を期待されていたが、241年に33歳で命を落としている。次男は孫女で、聡明で孫権からも可愛がられていた。ちなみに彼の教育係は有名な武将の陸孫だぜ。彼自身も休校という土地をうまく統治したが、232年に20歳という若さで亡くなっているな。昔とはいえ早死にが多いわねー。三男は孫家で、母の王子は孫権の寵愛を受けており、息子も同じく目をかけられたんだ。長男の孫東とは異母系の関係で仲が良く、孫東は死に際して孫家を皇太子に推しているぞ。その甲斐あって孫家は19歳で皇太子に立てられている。だが異母子の孫露伴が、孫権に対してこんなことを吹き込んだんだ。皇太子の孫家は父上の病気の回復も願わず、妻の実家の長宮と謀反の防御をしているようです。それに聖母の王子も、父上が病気になったのを喜んでいますってな。これを聞いた孫権は孫家に冷たく接するようになり、代わりに弟の孫派に愛情を注ぐようになったんだ。そのせいで後の重臣たちも、孫家派と孫派派に分裂してしまったんだぜ。
まさに争いの種とはこのことだわ。そしてこれに疲れた孫権は250年、末子の孫良を皇太子にして孫家を幽閉し、孫派には自害を命じた。結局孫家は復権できないまま命を絶つよう強要され、妻と共に30歳で自害しているな。皇帝になった孫良はまだ幼かったので、孔明の子孫である諸葛恪が実権を握ったんだ。しかし彼もまた誅殺され、三代皇帝になったのは孫権の六男の孫休だった。彼は258年の冬には政敵をクーデターで誅殺。一族とその関係者は皆丸し、孫休は衰えた国力を強力なリーダーシップで回復し、凋落し始めた後を立て直したんだぜ。ちなみに孫良は会計王として平穏無事に過ごすが西暦260年。前皇帝の孫良が皇帝に復位するだろうという噂が流れ、さらに会計から、孫良が巫女を使って孫休を呪い殺そうとしているという内部告発が出る。孫休は孫良を交換校に格下げして認知に向かわせるが、その途中で孫良は毒を飲んで自殺してしまうんだ。孫休が殺したという説もあるようだな。ドロドロすぎるくらいドロドロね、この兄弟たち。西暦264年、孫休は病気で口が聞けなくなり、息子を後継者と決めると抱擁。しかし息子は幼く、職の滅亡などの事態に対応できないと見た上昇は、孫家の息子で優秀と噂されていた孫光を即位させたんだぜ。そして孫光が帝に着くと、初めに民へ施しを行った。蔵を開いて貧しい民に食料を与え、妻がいない民にめとらせたりと名君ぶりを見せた。しかし彼は突如として変貌したんだ。そして酒に溺れて美女高級にはべらせ、気に食わない家臣がいれば、すぐに殺害する暴君へと変身を遂げたんだよ。一体何があったのかしら。孫光は孫権が定めた首都権領を突如武将へ遷都。しかし武将は山ばかりで平地は少なく、土地は痩せていた。遷都が完了してから数ヶ月後、上昇から強く進言されたことで、再び首都を権領へ戻したんだ。なんかめちゃくちゃね。西暦270年、孫光はお気に入りの佐夫人を失い、悲しみに暮れ政務を放棄して宮殿にこもった。宮廷には孫光死亡説が流れ、一部の人々はそれを信じて次に即位するのは孫奮か、孫宝であろうという噂が流れたぜ。ところが孫光はしれっと政務に復帰。孫奮と孫宝が皇帝の地位を狙っているというデマを聞いて激怒。両者を誅殺してしまったんだよ。さらに陸公や陸外といった名称がなくなると、孫光の暴落を止める者は皆無になる。自分を見た家臣に対して、貴様の目が気に入らんと言って目玉をくり抜いたり、気に食わない救助がいれば皮を剥いで始末。こうして悪役非道の限りを尽くしたんだ。この軍神たちはだんだんと彼に従わなくなっていき、この隙をついて秦の芝園に六方面から侵攻されたんだぜ。とんでもない危機ね。孫光は秦の軍勢が攻めてくると聞いて、迎撃するよう命じる。諸葛丹の息子の諸葛丹らが秦軍を迎撃に出たが、秦軍の凄まじい攻撃と統率ある動きにより敗北。秦軍に六方面から権領を包囲され孫光は降伏を決意。軍神を集めて、今日後が滅亡するのは全て私のせいだ。許してくれ。この滅亡を、君たちは私に遠慮することなく神に尽くせ。と後悔と謝罪を軍神に述べたんだよ。こうして後は滅亡し、三国時代は幕を閉じたんだぜ。最後は残念な終わり方だったわね。ちなみに精神の芝縁は孫光に会うと、神はこの座であなたを久しく待っていたと語った。すると孫光は、私も南方で座を設け陛下をずっと待っていましたと切り返し、周りにいる臣下を慌てさせたという。そんな孫光も降伏から4年後に亡くなってしまい、孫権の子孫たちも表舞台から去っていったんだよ。ちなみにそんな孫権についても、末裔たちが集まって暮らす村があるらしい。浙江省の幽門古鎮というんだが、この村が作られたのは、孫権から数えて27代目となる孫忠が西暦980年に移り住んだのが始まりで、現在は7000人以上が暮らし、その 90% 以上が孫姓を名乗っている。孫権の末裔が最も数多く住む場所なんだそうだ。ちなみに中国では国家4A級系区、中国伝統文化村として認定されているんだぜ。なんかそんな村多いわねー。続いては魏の曹操の子孫だ。曹操は若くして大きな領土を得て、早くから安定した政権運営を行ったので、たくさんの子供を持った。上の方の兄弟は戦死したり、二代目皇帝曹丕の粛清を受けて命を落としたが、下の方の兄弟を中心に10人以上が子孫を残したんだ。かなり子孫が多そうだわ。最も知られているのは、後継者となった曹丕とその座を争った曹丕だろう。二人とも同じ母親を持ち、曹丕が長子で曹丕が第三子だった。曹丕は文才に恵まれ、曹操もその才をめでて後継者にと考えていたらしい。だが芸術家気質で自由奔放、規律を守ることに無頓着、しかも酒の失態もあったため後継ぎにはなれなかった。曹操は義王のまま世を去ったので皇帝になることはなかったが、
宗妃は父が亡くなった年に、漢の皇帝から位を譲り受けて義の分帝となったんだ。宗妃が帝位に着くとすぐに宗妃は罪に問われ、粛清の危機が訪れたぜ。ちなみに逸話集世説新語には、七歩歩く間に死を作れば許すと言われ、見事にやり遂げたというエピソードがあるが、どうも創作の可能性が高いようだな。もし本当ならかっこいいけどね。皇帝ではないが曹操の息子の一人である曹忠は、妾の子だが幼少の頃から学問好きで、聡明な上に心優しかったため家臣からの信望も厚く、将来を嘱望されていた。曹操も溺愛し、一時は嫡子曹丕よりも彼を後継者にしようと考えていたほどだったという。しかしある時曹操の転移である加田が、医学書を取りに行くと言って故郷に帰ったまま、二度と帰ってこなくなる事件があった。加田は中国史上稀に見る名医だったが、曹操が彼を重用しないために起きた事件だったんだ。これに怒った曹操は加田を投獄、拷問して殺してしまったんだぜ。ああ、やっちゃった。そしてなんとそれを知った曹忠が、嘆きのあまり死んでしまったんだ。これに焦った曹操は既得の息子を回復させようと、医者だけでなく怪しげな拝み屋まで、各地から集めて祈祷させたらしい。だが結局助からず、曹操は彼を惜しむあまり同時期に亡くなった美しい少女の遺体をもらい受け、結婚式と葬式を挙げさせて息子を悼んだんだよ。よっぽどの悲しみだったのね。曹操は曹丕に対して、曹忠の死はわしにとっては大きな悲しみだが、お前にとっては喜びだ。何しろこれでお前がわしの後継者になれるのだからと皮肉を言ったらしい。また曹丕自身も即位後に、曹忠が生きていたなら、わしは死となって天下を治められなかっただろうと述懐しているんだぜ。それだけ将来有望な息子だったってことだわ。三代皇帝の曹営が崩御した際、子がなかったので親戚から養子に来た双方が即位する。ところがこの頃からしばしの独裁がひどくなり、しばしに都合の悪い双方は廃され、逆らった五代目皇帝曹猛も殺された。六代目の曹寛に至って芝縁は皇帝の位を譲るよう求め、ここに極め滅亡したんだ。前上した曹寛は陳留公となり、行へ送られそこで生涯を終えている。ちなみに曹猛は曹操のひ孫、曹寛は孫にあたるぜ。かなり子孫が多いのがわかるわね。芝縁は形式上とはいえ、曹寛から帝位を譲り受けた形を取ったので、逆らわない限り曹操一族を丸そうとはしなかった。とはいえ代々の義の皇帝や芝一族は、無用な皇族が都にいて担ぎ上げられるのを嫌い、片っ端から地方に飛ばしたんだ。それが良かったのか曹操の子孫は、芝縁の死後の戦乱でも全滅することなく生き延びたぞ。災い転じてなんとやらって感じ。そうだよな。現在では、曹操の子孫を名乗る人物は6万人ほどいるらしい。そんなにいるのね。最後は義の芝居の子孫だ。芝居は曹操率いる義で功績を立てて権力を握り、その後、三国時代を制することになる国、精神の基礎を築いたとして知られる人物だ。249年にクーデターで義の都である洛陽を制圧し、対立していた曹操の一族を粛清して、天下を芝一族のものとしたんだよ。孔明のライバルとしても有名よね。さて、そんな彼が251年に亡くなると、息子の芝氏が後を継いで全権を掌握。彼は上品で立派な養子の持ち主だったらしく、沈着冷静かつ先見の明に長けていたと伝わっている。かつてクーデターの決行日には父に協力し、速やかに洛陽の城門を抑えた実力者だぞ。その整然とした陣容を見た芝居は、小本もやるようになったと言ったらしいな。小本っていうのは息子のことかしら。そういうことだ。だが彼は不幸にも目に悪性のコブを患っていた。手術はしたがすぐに戦場に復帰して、そこへ奇襲を受けたために左の目玉が飛び出してしまったんだ。だが自らの病状が全軍の士気に影響することを恐れ、その傷を隠していたぜ。傷はひどく痛み、病状がさらに悪化したため弟の芝生を呼び出して工事を託し、48歳で死去したんだぜ。目が飛び出すとか頑張りすぎどころの話じゃないわ。次に家系を継ぐのは芝龍のはずだったが、長男の芝縁がいたので、後継者には芝縁が選ばれたんだ。芝縁といえば三国時代を終わらせた真の皇帝。初期は政治にも励み、よりいい国のため知恵を振り絞ったと言われるが、すぐに飽きてしまい、5000人の女中たちと陰頭な生活に浸ってしまうんだよ。それが真を長続きさせなかった理由の一つであることは間違いない。性欲に負けすぎでしょ。そんな芝縁の後を継いだ二代目は芝忠。残念ながら典型的なダメな二代目だったらしい。それも民が飢えている時に、米がなければ肉を食べればいいじゃないかと言ったほどのアホ君主だぜ。あまりにも民心とかけ離れていて人気はなく、愚帝とも呼ばれたんだ。その頃政治の実権は妻の河南風が握っていたが、彼女は彼女で、義理の父の芝縁すら扱いに手を焼くほど厄介な女性だったみたいだ。芝一族衰退の最も大きな要素として、河南風を挙げる人は少なくないな。こっちはアホ妻だったわけね。
精神は結局わずか31年で実質的に滅びてしまい、後に隋が中華を統一するまでに、およそ270年もの月日がかかることになる。そして精神滅亡後に芝居のひ孫にあたる芝居は、逃げるようにして東晋を建国しているぜ。南宋みたいに新しい王朝を作ったのね。この東晋も芝居貴族が支配したが、王朝末期には帝辰の悠々という男の力が強くなり、420年には朝廷が悠々へ皇帝の位を禅譲したんだ。そして悠々から霊陵王に封じられたことによって、真の皇族としてのしばしは滅亡してしまう。だが翌年朝廷が殺されると霊陵王を芝玄侑が継ぎ、南朝宋から清の時代まで、一応は諸侯王として生き延びたそうだぞ。東晋滅亡前後にはしば宿藩やしば分子やしば祖師など、一部の皇族は華北へ亡命したんだ。ちなみにこの中には、北魏の貴族として栄えた家系もあるぜ。また、一部には八王の乱の混乱に紛れて華北に残った者もいて、この子孫にはしば子女やしば少男などがいる。そしてこの家系からは、なんと北州の皇后なども出ているんだよ。しぶとく残ってるのはさすがだわ。また、南朝領の人と言われたしばダットのように、飛鳥時代に日本へ渡来したしば姓の人物もいる。彼に関する情報は少ないが、日本に渡来して大和国高市郡酒田原に騒動を結び、本尊を安置し消え礼拝したという記録があるんだぜ。まさか日本にまで広がってたなんて、それにしても三国志の英雄の子孫とはいえ、かわいそうな末路をたどった人も結構多かったのね。芝一族みたいに脇役だったはずが、ちゃっかり天下を取ってたりもするしな。物語の続きが聞けたみたいで面白かったわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。